はい、インディーゾーンの畑田です。今回はフーディニで地図情報を活用しようというセミナーの動画をご覧いただきありがとうございます。最初に注意点をお知らせしたいと思います。このセミナー内でラブスマップボックスソップというノードを使っているのですが、このセミナーを開催した時点2023年の4月ですね。で、マップボックスの仕様の変更のためか標高データがダウンロードできないというバグがありました。このセミナー内ではその代わりとして別のソフトでダウンロードしたデータを使っている方を紹介していますのでご了承ください。そもそもマップボックスソップというのはどういうものかというのを簡単に説明します。マップボックスソップを使うとマップボックスという地図情報サイトから衛星写真と標高データ、OSM データをダウンロードすることができます。そのダウンロードした衛星写真と標高データを使って実在する場所のハイトフィールドマップを作ることができます。それがこのセミナーの時点では標高データがダウンロードできない状態になっていました。そのためセミナーでは QGIS というオープンソフトウェアを使ってダウンロードしたデータをマップボックスソップで読み込んで利用していました。また OSM データに関してもマップボックスソップを使わずに OSM のウェブサイトから OSM データをダウンロードして OSM インポートソップを使って読み込んでいます。さて最新の情報なんですが、フーディニの最新プロダクションビルドの 19.5.682 からマップボックスソップが大きく変わりました。バージョンが 2.1 から 3.0 にアップデートされました。これで標高データがダウンロードできないというバグはなくなったのですが、バージョンアップにより大きく仕様が変わってしまいました。まず OSM データが取得できなくなってしまいました。衛星写真と標高データをダウンロードして実在する場所のハイトフィールドマップを作るために特化されたものになっています。パラメーターも大きく変更されています。また出力データも微妙に変わっているのか、マップボックス 2.1 を使ったセミナーデータのマップボックスヒップでマップボックス 3.0 の出力がうまく使えませんでした。この辺も今後検証していきたいと思います。さて、マップボックスソップに関してご迷惑をおかけして申し訳ありません。このセミナーの肝はダウンロードしてきたデータをどうするかという部分になりますので、マップボックスに限らずうまく地図情報を使っていただけたらなと思います。この新しいマップボックスソップに関しては今後紹介ムービーを作りたいと思っています。それではセミナーフーディニで地図情報活用してみようを楽しみください。今回フーディニで地図情報を活用してみようということで、そもそも地図情報って何なんだっていう話になると思うんですけども、まあ、要は昔は結構ね、地図からデータを起こすのに地図の画面を取り込んでいちいち手でなぞっていって建物だったり道路だったりをモデリングしていたっていうのが、今ではそのウェブ上にいろんなオープンな地図の情報が溢れてまして、それらを利用して自動的に地図を作ってしまう、都市を作ってしまうっていう、まあ、そういうことですね。そういう地図情報をフーディニで活用するにはどうすればいいかっていうのを、まあ、ちょっと今回簡単に紹介していきたいなと思っております。まあ、具体的にはそれで、ね、マップボックスだったりオープンストリートマップという、まあ、そういうものを利用することになります。で、まあ、本日簡単なアジェンダですね、まあ、最初にその地図情報の紹介で、まあ、フーディニで使えるのが、まあ、マップボックスとオープンストリートマップ OSM ということになるので、で、まあ、実際マップボックスを使ってみて、あとはオープンストリートマップを使ってみて、さらにその辺のデータから、まあ、都市を自動的に作ろうという、まあ結構その OSM オープンストリートマップとかのデータっていうのが結構いろんな情報が載ってて、その情報を利用してフーディニでプロシージャルに地図を作る、建物を作るっていう、本当に非常にそのフーディニのプロシージャルの、ネットワークに相性、非常に相性がいい、そういう地図データの利用っていうのができるのが非常に便利だと思ってます。あと、まあそういうのでいろんなツールが、まあ、これはフーディニ基本的なノードっていうよりはサイドエフェクトラウスっていう、まあ、ある意味オプションに近いノードになるんですが、まあそれは最初にフーディニインストールするときに自動的にインストールさせるので、まあ、使えるんですが、まあ、そのので、まあ、景観性作成用に便利なノードがあるので、それでも簡単に紹介していきたいと思います。最初にということで、まあ、フーディニ地図情報を使うには、まあ、先ほど言ったように、ウェブ上にの、ある地図情報ですね。標準機能には、地図情報を使うノードはなくて、サイドエフェクトラウスツールの中に、まあ、いくつかありますと。まあ、それらを使って、実際にフーディニで地図情報をどう利用するのかということを紹介していきたいと。まあ、書いてますけど、サイドエフェクトラウスツール、基本的には、まあ、別オプションのような扱いなんですけども、
インストール、まあ、別後からインストールすることもできるので、まあ、その辺はちょっと今回は紹介はしませんが、まあ、ネットで調べればすぐ分かるとは思います。結構ゲーム向けの機能とか拡張機能としてかなり大量のノードがあるので非常に便利なノード群だとは思っています。そのサイドエフェクスラオスの中で直接地図情報を利用するノードとしてラブスマップボックスソップラブス OSM インポートOS のフィルター、OS のビルディング。まあ、大きくこの4つ。まあ、最近はマップボックスと、あとはオープンストリートマップ用に3つ。まあ、直接地図を利用するためのノードとして、この4つがあります。で、マップボックスっていうのが、マップボックス API を使って、マップボックスから地形や地図情報を取得する。まあ、この辺ちょっとマップボックスとか OS また後で説明します。で、OSM インポートっていうのは、これ別にダウンロードしてた OS のファイルをフーディニに読み込むと。でフィルターで必要な情報を抽出してビルディングで簡単なビルを作るとか、でこの他にもまあいろいろとそういう地図作るのに便利なツールノードがあるのですが、また最後に紹介できればなと思っています。そもそもマップボックスってなんだよかということなんですが、マップボックスというのは、まあ、オープンソースの地図作成プラットフォームと書かれています。でウェブで言うとまあこういうまあ、いろんな地図を作るためのプラットフォーム、まあ、言ったら Google マップのより、カスタマイズ可能な、地図情報だと思えばいいかと思います。 API SDK が提供してて、いろんなサイトやウェブ上で自分でデザインした地図とかを表示することができる。で、まあ、マップボックスソップ、ラブスマップボックスソップというのはその API を使用して、フーディニから直接マップボックスから衛星写真だったり、まあ、高さ情報だったり、オープンストリートマップのベクターデータ、まあ、3つをダウンロードすることができるって、まあ、そういう仕組みのノードになります。その OSM、オープンストリートマップって何かというと、これは、まあ、これも言うたオープンソースの地図のプロジェクトになりまして、まあ、こんな感じで世界中の地図がまあ、ボランティアに近い形で有志が作ってサーバーに上げてて、それを自由に使うことができるって、そういうまあ地図情報ですね。 Google マップとかはもう見るだけしかできないんですけど、 OpenStreetMap マップの場合ここのエクスポートでダウンロードすることもできますし、それをまあフーディニで読み込んでくることができるって、まあそういう便利なもので、でまあ道路だったりビルとかにまあいろんなタグがついてます。それを利用してプロシージャルに建物地図を作ろうというのが今回の流れになりますね。でもう一つ QGIS っていうのがありまして、これは全然まあ筆に関係ないサードパーティーのまあオープンソースのソフトウェアになるんですけども、これをまあこれはダウンロードして使用することができるんですけども、紹介したいと思ってます。この QGIS を使うといろんなものがダウンロードできるんですね。プロジェクトの場合マップボックスしか無理だったりするんですけど、例えば今マップボックスサテライトだったり、あとは国土地理院の衛星写真、例えば Google の衛星写真、 Google の場合空撮になるんですかね、あとオープンストリートマップ、まあ Google マップだったりっていうのを同じサイズ同じ画面上で全て共有して、まあ絵としてダウンロードできたり、オープンストリートマップの場合はデータとしてダウンロードしたりっていう、まあ、非常に使える、まあ、JIS のソフトで、まあ、こういうハイトのデータもダウンロードしたりできます。休日使うことでマップボックスでなく、以外のそれこそ国土地理院の衛星写真だったり、そういうのも利用できますよっていう。要はこの世間のインターネット上にはそういう非常に大量の地図データがありまして、それをいかに便利に取り込んで使うかっていうのが、これからまあ地図の地形を作るのに大事になってくると。フーディニの場合はマップボックスとオープンストリートマップは、まあ、マップボックスの場合はフーディニでノードで全部取り込むことができますよって言って。で、まあ地形データ使う注意点ですね。コーション、赤文字書きました。やっぱりまあ全部オープンソースとはいえ、全てがライセンスフリーで使えるっていうわけでもなかったりするので、やっぱりね、マップボックスだったり、オープンストリートマップだったり、使う場合は、クレジット表記などが必要な場合があったりもするんで、まあ、もし商用で使いたいときは、やはり直接マップボックスなり、オープンストリートマップなりに、ちょっとお問い合わせやライセンスの確認は、各ユーザーごとにしてもらいたいと思ってます。特に休日なんかはね、Google のデータとかも使えるんで、その辺は、まあ、直接 Google さんに聞いてもらって、多分、Powered by Google なり入れないといけなかったりとかあると思う。
あとは、まあ、取り込んだデータを加工して使う場合はどうなるのかとか、その辺も各自仕事ごとに問い合わせてもらうのが一番です。で、まあ、弊社に依存では、まあ、それらライセンス関係の問い合わせにはちょっとお答えできないので、本当に配布元の各サイトにお問い合わせの方をお願いしたいと思っています。時々、こういう質問も来たりするんですが、その時はもう、各マップボックスに聞いてくださいと、そういうふうにやってます。まあ、マップボックスは昔英語だったんですが、今、日本語でやり取りができるようになっているので、まあ、非常にそういうライセンスの問い合わせをやりたいことになっているとは思います。で、まあ実際ちょっとまずマップボックスを使ってみたいと思います。まあ、マップボックス使うには、マップボックスノードを使うんですけど、まあ単純にそれを使うと地図が読み込めるっていうわけじゃなくて、そのマップボックスにアクセストークンっていうのが必要になってくるんですね。これアクセストークンっていうのは何かっていうと、マップボックスにアカウント、まあ、無料で作れます。それを作ってサインインして、取得することができるっていう、そういうもので暗号化された文字列になりますね。それを、まあ、マップボックスのサイトからコピーして、マップボックスソップの、ここに、マップボックス API キーっていうのが、ここに入れてあることで使えるようになると。実際に、まあ、マップボックスのサイトでアクセスを取得する方法は、まあ、簡単に書いてますけど、まあ、アカウントを作って、ログインして、あと、ここに、こういうユーザーのダッシュボードっていうんですか、ここにやるか、ここに、ちょっと今モザイクでさせてもらってますけど、API があるんです。これはまあコピー。ボタンを押すと、クリップボードに取り込まれます。まあ、単純に選択してコピー、コントロール C でもいいです。で、今取ったアクセストークンをここに入れることで、実際に使うことができるというのが、マップボックスの使い方ですね、簡単に。まあ、今、こういうふうに日本地図が入ってこれ実際マップボックスで取り込むと、ここに、こう、テキストが入ってます。これ多分そのまま活かさないと問題が起きるのかなと思いながら。今、これがマップボックスプラグインで、今、日本地図が含まれてます、ね。マップ、ラブスマップボックスっていうのがこのノードの名前です。最初、読み込むと、まあ、API 何もないので、ルックアップというのをしてもエラーが出ます。API トークンがありません。ここで、まあ、コネクトマップボックスってやることで、まあ、マップボックスにログインして、最初いきなりセールスの画面に入るので、ちょっとお金いいのかなとか思うんですが、これは関係ないので、ここで、まあ、GoTo アカウント。やると、まあ、その、まあ、サインアップしてる、ユーザーアカウント作ってる状態でここに行きます。で、実際この下の方にトークンがあるんですけど、今回ちょっと見せないようにしてますんで、まあ、実際ここでコピーして、で、ここに、マップボックス API に、ペーストすれば使えるようになる。で、実際このマップボックス、ここに API、まあ、一部だけ見せるということで、こういう状態で入ってます。で、ルックアップをすることで、こう画面上で、地図、まあ、衛星写真ですね、出して、実際どこを取り込むのかっていうのができるわけなんですが、例えば東京の。そのマップボックスプラグイン、ちょっと不便っていうか、めんどくさいっていうか、使いにくいのは、この衛星写真から場所を特定しないといけないっていうのがあるんですね。まあ、東京だったらなんとなくわかるんですけど、多分田舎の住所しか分かってない。どっかこの辺の山中の村の地図を欲しいとかなったときは、まあ、一度 Google マップなどで調べてやるとかっていう、ちょっとめんどくさい作業が必要になっていたりします。まあ、そういうときは OSM、オープンソリッドマップのサイトからとかダウンロードすると非常にわかりやすいので、マップボックスで、ダウンロードできるのは、さっき言ったようにこの衛星写真と、まあ、どっかの公園かどっかのあれです。で、2つ出力がありまして、左側に衛星写真で、右側が、もちろんオープンストリートマップ。マップボックスの便利なところは、その衛星のデータと、そうですね、オープンストリートマップのデータが、完璧に同ポジでこう読み込んでこれるっていうのが非常に便利なところがありまして。そこで実際の衛星の写真を見ながら、まあ、オープンストリートマップを修正したりとかっていうことも、可能になってくるわけですね。マップボックスにも何種類か地図の種類があって、この衛星写真
以外にも、そうですね、ストリートの地図が、こういうのを見ながら、ストリートマップのデータを、今ちょっと読み込めてないですが、修正したりということもできます。